よし、こちらの先生、これは火炎に弱い敵だな。チャンス、弱点をつけるよ。よし。あれ、楽勝すぎた？やっぱりレールの上は走りづらいな。普通。ひどいやつらだね。先制攻撃チャンスだ。行け。よし。今の大したことなかったね。よしよし、エンジンあったまってきた。覚悟の時間だ。さすがだ、逃げるわ。キャプテンキッド、ハートフォーク、敵2体撃破。見るたびに仕事と関係あるかなって考えちゃう。だよな。最近何見ても仕事関係。
最近腕立て連続50回超えたぜ。見ろよこの力こぶ。力こぶって言葉。よし、こちらの先生だ。順調だ。このまま行こう。ん、ご苦労様。よし。手応えのない。じゃないか。お前ら怪盗敵3体だが実力はこちらの上だ。名前切る通だ。敵ザコが2体いけいけ。我は何時多数一撃破だ。もっとだ。一撃だ。大勝利。イエーイ。よーし、勝利だな。さて倒せたね。さあ先に進もう。おい、ちょっ、こいつのゲットは初めてだな、ジョーカよっしゃ。
次次鮮やかな勝利だ。さて、向けて進もう。よし、勝利だな。ちゃんと必要なものは買ってきてるか？大丈夫って、必要ないものもいつも買っちゃうんだよね。宝箱発見！早く開けようぜ！このボスのつもりだ！よし！こちらの先生だ！こいつの弱点は、
氷結属性なら。これも。引きダウン。ボックスさすがだ。いい回やるぞ。これがしまいだ。よし。大したことないな。するときはちゃんと言えよ。相手にならないね。ん？これは。お？そうだな。あのよ。ああ。
よし、その技でまた頼むぜ。あのさ、何かご用ですか？囚人を正しき道へ。やめるのか？囚人を正しき道へ。なんだ？刑を執行集めるのです。探りましょう。これで良いのか？引き継ぐ技能を選びなさい。の力を授かって生まれそうだな。二人とも始めるのだ。よし、やめるのですか？囚人を…さあ、け、さあ、選べ。可もなく不可もなくといったところですか？もう終わりか？
な力を持っているな。貴様では扱いきれない。これで良いのか。可もなく不可もなくといったところですか。これで良いのか。なるほど、これは強いペルソナです。終わりですか。せいぜいあがけよ。あれってどう思う？それ気になってた。そういえば、ねえねえ、
じらんない。みんな集まってるぜ。よし、一暴れするとしますか。
腕が鳴るね。
は見当たらないな。敵ダウン。効果すごいじゃないか。許してあげましょう。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、揺れて尻が痛えぜ。我が輩のハイスペックな内装に文句があるのか。感じるぞ。我が輩、嫁が効くから暗くても安心。嫁っていうかヘッドライトよね。ほんと。へ向けて進もう。よーし、勝利だな。you
団体だが、その実力はこちらが上だ。よし、次の勝ちへ向けて進もう。よし、勝利だな。私が全てなの。見当たらないな。ジャックフロスト、いただいていく。じゃあ、行くよ。
疾風が効かないのか。彼はもう一人の俺だ。蹴散らせ、俺も。敵艦ドッグさすがだ。かけるぞ。いい感じやるぞ。これで幕引きだ。さて、いいぞ、いい調子だ。余裕の勝利ってやつだな。すごい線路だね。どこまでつながってるのかな。行き着くとこまで行けば答えがあるかもな。我が輩の怪盗姿が一番だよな。宝箱発見、早く開けようぜ。今週もイメトレしてるからな。情報収集にテレビ見てるけど、チャンネルの数ってすごいよね。ラーメン特集とかやってるとつい見入っちゃうんだよな。よしよし、
制攻撃チャンスだ。疾風が弱点だ。我は何時だ。行くぞ。蹴散らせ。あと一回。敵を撃破。こっちもっとだ。そこを撃て。終わった終わった。次行こう次。よし勝利だな。スカル
もっとだ。嫌がりやがったな。タイガーもどうした。残り1体最後の詰めだ。ラスト1体いくぞ。
我が輩もちゃんと通って。先制攻撃チャンスだ。よっしゃ。逃げたい大砲。ゲットは初めてだな、ジョーカー。さて、くらいのシャドウとかいたりするのかな。ああ、この前ダイオウイカの特集テレビでやってたね。なんだか寂しい場所だよね。暗いし、よし、一休みし。そうだな。お？やるか。構成の刑を執行したったいです。可もなく不可もなくといったところですか。
様では扱いきれない。可もなく不可もなくといったところですか。強力な力を持っているな。強力な力を持っているな。やめるのですか？終わりですか？せいぜいあがけよ。
つまりテレビ番組を作るためにスポンサーを募るんです。番組合間の CM はご存知だと思いますが、あれスポンサーの関連商品なんですね。まとめると、番組制作費を集めるため局としては視聴率が大へえ。まあまあ、お昼にドラマの再放送が続いたり、夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたり、つまり編成部というのは何時にどの番組を放送するか、番組の編成を決める場所ということになりますかね。そのまんまやな。収録された映像は見せ場だけ切り取って放送時間の枠に収められるわけです。映像を番組用に編集する場所が編集室ってことになります。おい、これいつまで続くんだ。つか、そろそろ限界。うぎょ、一体何なの。うるさくて仕方ないよ。おい、おっさん。すみません、すぐ撤収させますから。はい、次は現場体験です。くそ、あのさ、何、君テレビ出てみたくない。は、君スタイルすっげえいいからさいや、今見学中なんで。興味出たら連絡してよ。君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だ。はあ、何が大歓迎だ。下心丸出しじゃねえか。どいつも外見ばっかで腐った大人しかいねえのかよ。心引っこ抜いてやろうか。クソ、でけえ声出すな。真面目な生徒のふりしに来たんだろうが。退屈なのはわかるけど、頼むから問題だけは起こさないでよ。じゃ、まあ亀足体験してもらうね。ああ、カメラアシスタントってこと。カメラを移動させるときにケーブルが絡まないようにさばいて。そこの金髪くんでいいや。元気あり余ってるみたいだし。寂しけりゃ隣の彼も。ほら、さっさとさばいて。くそ。なあ、めんどくせえ。テンション下がるわ。俺ら客だろ。なんで雑用やらされるわけ。全然すっきりしねえ。便所行ってもすっきりしねえぞ。これ声でかいから。まあ気持ちはわかるけど、お互い災難だったね。こんなのが明日もあんのかよ。サボるんじゃねえぞ、リュウジ。待ってるよ。いい子ちゃんだろ。怪盗団も楽じゃねえな。そういえば今日現地解散なんだって。日頃あんま来ない方向来たし、気晴らしにどっか寄って帰んない。我が輩、あそこがいいぜ。来るとき見えたでかいパンケーキみたいな場所、なんだか美味しそう。なん、ああ、ドームタウンか。丸いあれは野球場だな。あと周りは遊園地。B
ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえだろ。そうなの？カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか、ドームタウン。なんか私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくても。失礼、その服囚人の学生さんですよね。何？たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。ああ、僕明智五郎って言います。明智？出演？お前有名人なの？何回かテレビに出させてもらっただけだよ。あ、ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと。明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ、ケーキ？何の話だ？あれ、違ったかな。美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。まあいいや、じゃあ明日スタジオで。あいつ駆け出しの芸人かなんかだな。あの髪型変えねえと人気出なさそうじゃね。何も分かってない。まあいいや、どうせ明日すぐ会うんだしよ。行こうぜドームタウン。
入られます。明智くんだ、かっこいい。あいつ、きん CM 開けます。7、6、5秒前、4、3。さて、続きまして今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。なん、明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、マダラメ画伯のスキャンダルでしょうか。出たー、怪盗騒動ね。明智くんも気になってたんだ。ズバリ聞いちゃうけどさ、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ、夢があるし。へえ、頭から否定じゃないんだ。これでも僕、サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますから。まあ本当の本当に実在したら住居侵入で逮捕ですけど。でも、もし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて。なるほど、確かにね。自分から回答。相変わらずすごいね、カリスマっていうか。これで回答が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では、明智くんと同世代の高校生たちにも怪盗について聞いて、まずは実在するに。3割ちょっとくらいかな。明智くん、どう？意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。もし仮に怪盗がいるとして、彼らのことどう思いますか。言い切りますね。怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智くんとは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと回答を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、例えば君の隣に座ってる友達、ある日突然彼らが心を変えられたらどうするか。なるほどね。でもどうして言い切れるのかな。僕は実は
彼らの行いの善悪よりもっと大きな問題がある気がするんです。ん？どういうことかな。人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら僕らが普通の犯罪だと思ってることも実はすでにそうやって起きてるのかもしれない。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば、そういう過程の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかも。俺らが悪党みたいな言い方しやがって、気に食わねえ。でも警察ってマジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。てか悪い、ちょっとトイレ、すぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの。会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらない。ごめんごめん、君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり、同年代は流されるまま肯定するだけ。君とはいい議論ができると思うんだ。またどこかで話せないかな。ありがとう、嬉しいよ。本当に囚人には面白い子が多いね。また会えるのを楽しみにしてる。それじゃあ。また面倒なのに気に入られたもんだな。でもあいつから学べるものは多そうだ。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものだわ。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと。我はなしぎ我。よし。悪い悪い。で、今のはすかした面しやがって。一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こう。
이가 そういえば、では君、正解です。よし、にしても昨日の探偵ムカつくぜ。俺たちが脅威だ？だったらてめえは助けられんのかよ。誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。あんた声でかすぎ。いいんだよ、どうせみんな似たような話してんだから。逆にコソコソしてる方が怪しいだろ。てかさっきか
から一人でポリ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 食いやがって。ちょっとよこせそれ。ごめん、今のでラスト。のんきすぎるぜ。警察が動き始めたってのに。本当なのかな。このまま続けて大丈夫だよね。警察怖くて怪盗やってられっかよ。けどパレスに変な奴がいたり、よくわかんないこと多くない？楽しそうだったから羨ましくて。また取り調べ？つか俺たち何も知らねえし。どうして取り調べだって思ったの？もしかして何か隠してる？困ってることがあるなら相談に乗るけど。そんなに内申点欲しいんだ？けどそりゃそうか。生徒会長なんて面倒な仕事、そうじゃなきゃやってらんないよね。何それ。生徒会長のあんたならさ、鴨志田のこと知ってたんじゃない？そんなわけないじゃない。だって先生、あの日までは本当にいい先生。まあでも生徒会長って先生たちの味方だもんね。じゃあ、あなたこそ友達として何をしたの？私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの？何もできなかったよ。私一人じゃ何もできなかった。大きい声出さないで。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。誰かさんよりよっぽど頼りになるし。授業ちゃんと出なさいね。さっきのあれ取り消すよ。続けて大丈夫かなって言ったこと悔しいよ。このままで終わるなんてさ。当たり前だ。そろそろ次の大物見つけねえと。勢いでレスが増えてるな。だが俺たちに否定的な意見も目立つ。目的も手段も不明な犯罪集団。正義を語って好き放題する連中か。明智のせいか。テレビの影響すげえ。否定するのは勝手だが、影響だけされてケチがつくのもな。信じてくれる人、せっかく増え出したのに。また大物やりゃ済む話だろ。で、次の大物の目星は？まだ見つかってねえ。くそ、イライラすんぜ。つうか、お前何そのでけえバッグ。あ、寮を出た。不潔な上に騒がしすぎる。あそこで芸術は生まれない。いや、どうすんだよ。あのあばら屋も嫌なんだろ。これから高巻さん、いや、アンの家に。手土産も用意した。ご両親のお口に合うといいが。は？ダメに決まってんでしょ。バカな。お前がな。手持ちの全財産をはたいた和菓子が。そこじゃねえから。本当どうすんのよ。
金ない。じゃあ出てくんなよ。ユウスケは大事な戦力だしな。我が輩が一肌脱ごうじゃねえか。よし、うちに来い。汚いところだが寝る場所はあるぞ。お前が言うな。喫茶店だっけ？前から気になってたんだ。呼んじゃって近いよね。しかも駅徒歩1分。じゃあ今からそこでパーティー、まだらめ会心記念パーティー。おお、いいな。こいつの歓迎会も兼ねとくか。決定。世話をかける。ああ、俺布団派だから。ご主人の説得はよろしく。あ、いい匂い。なんか古くせえな。嫌いじゃねえけど。人はそれをレトロという。ん？友達か。お邪魔します。女の子まで。いつもお世話になってます。世話かけられてますの間違いだろ。むしろ助けられてますよ。座りな、おごるよ。お前は手伝え。あ、おいしい。ああ、酸味が深いな。そっか、思い出した。ルブランって確か前雑誌に。昔の話さ。マジか。どれ一口。俺もガキの頃はコーヒーなんて飲んでなかったしな。友達なんだろ。ここじゃなくて部屋行け。部屋。見たい。ただの物置だけどな。なんかまだ逃げ。ごちそうさまでした。この階段だな。あ、ああ、名前。高巻です。高巻アン。アンちゃんか。可愛い名前だな。彼氏いんの？いないっすよ。おい、早く来いって。なんかここすげえぞ。行っといで。あ、はい。コーヒーごちそうさまでした。あ、もうモナバッグ置きっぱじゃん。いい子じゃないの。どう思うよこの部屋。ツッコミどこしかねえわ。別に普通じゃないか。マジかよ。あ、な、やばくね。思ったより片付いてる。はあ。まあ適当に座れや。俺たちの話で持ちきりだな。信じていた連中までテレビの発言の影響を受けてしまっている。明智って野郎のせいだ。聞かれるぞ。声を落とせ。
これじゃあみんなに勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ。我が輩たちの正当性を世間に知らしめておかないとな。そろそろ次の大物に行った方がいい。というか、もともとその話がしたかったんだろ。あ、まずは候補を探ろう。つっても大物ってなるとなかなか見つかんねえんだよな。誰か心当たりあるやついね。なし。右に同じ。見てるっつーの。でもこれってっていうか、あれ世間が大騒ぎするような大物のネタとか。くっそ、これじゃ明智の野郎に言われっぱなしじゃねえ。なんだ。すまん、昨日から何も食べてなくてな。なのに全財産で菓子折り買ったの。いくらだったんだよ全財産。じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしか。歓迎パーティー始めちゃう。妙にテンション高えな。実は見つけちゃった。あれカセットコンロじゃん。鍋とかできないかな。我が輩賛成。同じ鍋の飯的な。肉が入ってりゃ何でもいいぜ。締めはおじやで頼む。三つ葉多めでな。ダメかな。やった。じゃあ鍋でけっ。んじゃ買い出し行くべ。まず銀杏とワンタンの皮だな。買い出し私たちで行くから、おじさんからお鍋借りといてくれる？後で割り勘ね。賑やかな歓迎会になりそうだな。鍋を借りてコンロも出しておこうぜ。書くか。